休みの日は結構一人で過ごすことが多くて、でもそんな時に一緒にいるのがこの子です。36って書いてサブローって読むんですよ。サブ、珍しい名前にしようってその家族で話してた時に、サブローはどうかっていう話になって多分決まったような気がします。くる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 、頑張れ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 、こっちおいでこっちおいで、あーすごいすごい。イーガールズの最年少パフォーマー石井杏奈、昨年映画ガールズステップで主演を務めるなど女優としても活躍する彼女の休日に密着したワンデイドキュメント。失敗した、ダンスやりたいの。ちょっとサブローの毛が短くて冬は寒いのでお洋服を作りに行きたいなって思います。おいで。愛犬サブローの冬服を作るため向かったのは、犬のトレーニングや服のリメイクなどさまざまなワークショップを行うドッグライフデザイン。愛犬のために初めての洋服作りに挑戦。フード付きのパーカーっぽい感じの、はい、パーカーで、はい、でお袖は、袖ありでもできる、お袖は、はい、大丈夫です、はい、じゃあお袖、じゃあこの形でパーカーがこうフードが付いてるっていう形で、はい、はい、ありました。長さはこのデザインも決まり、サブローの洋服作りスタート。じゃあ32センチですね、はい、慣れた手つきで作業を進める石井。裁縫の経験は、最近すごい刺繍にハマってて、ミシンとか全然使わないんですけど、本当に手でチクチク縫ったりするのは好きです。すごい、この間あの映画が公開されたんですけど、そこで一緒に撮影したんですよ。たまたまあの自分 の, その設定、家の設定の時に部屋の中に猫が欲しいって監督が言ってたんですけど、いなくて、犬飼ってますって言ったら、そしたらじゃあ一緒に撮影しようよ、すごい、そうなんですよ、映画デビュー。初めての本格的な洋裁にもかかわらず、およそ1時間で見事完成。完成、かわいい。洋服が大好きなサブローのために石井が初めて手作りした服、早速サブローに着てもらいます。あ、でも似合う、ぴったりですね。これでサブローも暖かい冬が過ごせる。ポイントはやっぱり赤ですかね。サブローの一番似合う色の赤を取り入れたところです。なんかサブローのために何か作るのも初めてだったので、なんかすごい素敵な一日になりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして、大和です。石井アンナです。お願いします。人の心を分析リサーチし、人の動きをコントロールするメンタリズムを自在に操る DAIGO さん。多くの著書を発表し、企業のアドバイザーを務めるなど、メンタリストとして多分野で活躍しています。石井は女優としての成長のため、どうしても DAIGO さんと話したかったそうです。あの、本当に人の心を読み取ってる姿を見てすごく不思議に思って、なんでこんなに読み取れるんだろうってすごい思いましたし、
なんか自分も女優のお仕事やらせていただいてるので、そういう心理学とかを演技にプラスしたいなっていう思いもあって、なるほど、今回お会いしたいと思います。ありがとうございます。まあ、普段は結構まあ、ペンを使ったりとかボール使ったりとか、なんか物を使ってどれを選ぶのかっていうのあったりとかするやつやってるんで、この辺にあるもので適当に、はい、まずは挨拶代わりのメンタリズム。3つのものから石井が何を選ぶのかを当てます。女優としてポーカーフェイスには自信がある石井の心も見破られてしまうのか。まあ、例えば普通にこう今一番目の前に多分取りやすいんで、このナイフに素直に行っても全然いいですし、まあ、心理学的に言うと真ん中が一番取りやすいんで真ん中のグラスに行ってもらっても全然構わないです。あるいはこのままちょっと大きいんですけど、台本とかでも全然構わない、どれか一つ決めたら取ってもらって、取ったら見せてもらいたい。じゃあどうしようかな。僕見えてない照明をしたいんで、目をつぶってそのカメラを見てればいいですかね。どうぞ。それの位置決めていただいて、決めて撮ったら、撮ったと教えてください。撮りました。撮りました。はい、まずなんですけど、まあ、心理的な部分で言うと、僕なんとなく最初からこれ選ぶんじゃないかなっていうふうに思っていて、そこにだんだん誘導する形を今回撮りました。撮ったんですけど、結構早い段階でなんとなく決めてましたよね。はい、決めてましたよね。はい、僕の予想が正しいんだったら、多分あまり迷わず目の前のナイフを撮ってます。やだー。撮りました。なんでですか。なんでですかね。後ろにも目がついてる。すごすぎる。なんでですか。メンタリストだからです。負けた。全然迷わなかったですね。すごいですね。はい。大吾さんのメンタリズムに完全に操られてしまった石井。ここからが本題。女優として聞きたかった質問をぶつけます。自分なんかそういうお芝居とかやって へこんだ時とか、ストレスが溜まった時とか、そういうネガティブな気持ちになった時ってどうポジティブになれるっていう。ストレスの話、はい、少ししたいと思うんですけど、スタンフォード大学のケリー・マコーイガル先生っていう教授がいて、その人が今すごい面白い授業やってるんですね、スタンフォードで、はい、ここ1年で強いストレスを感じましたかってアンケートを取るんですね。で、感じたって答えた人たちの死亡率は 43% 高まるってことが分かってるんです。つまりストレスを感じるとやっぱり体に良くないんだと言われてたんだけど、違ったんですよ。死亡率が上がった人たちはストレス、強いストレスを感じて、かつそのストレスが体に悪いと思った人たちだった。逆にそのストレスが自分の成長につながるとか、これを乗り越えれば前に進めるっていうふうに思ってた人たちはむしろ免疫力が高まって脳が成長してたんですよ。だから大事なのは、ストレスを乗り越えるために大事なのは、ストレスを感じた時にそれが自分のどういう、自分にとってどういうふうにためになるのかとか、確かに怒られた時も、いやでもここで踏みとどまれば女優としてのレベルが上がるかもしれない、ストレスを感じたら一回一回それを受け止めて、どんな意味があるのかって意味付けをするんですね。でこれをやると、いわゆる体にその分泌されるストレスホルモンっていうのがあるんですけど、この種類が変わるんですよ。違うストレスホルモンが分泌されて脳が成長するから経験を生かすことができるようになる。悲しかったこともじゃあ何年後こんなことを思い出したらなんか笑ってるんだろうなとか思い出すと結構ポジティブになれるんですよ。そうですね、そうですね。そういうことを、そういうことです、意味付けするのがすごい大事なんで、特に女優さん目指すんだったら、多分全ての悲しい経験とか辛い経験を含める全ての経験が演技にどういうふうに生きるかっていうのを感じた瞬間に考えれば、それはもう全部プラスに変えていけるんで、なんかすごくそういう意味で言うと、その一番ストレスをの経験を生かしやすい多分職業に疲れてると思います。あ、そうですよね。なんか大悟さんが人を見てて、あ、この人今こう思ったのとか、例えば隣に好きな人がいてちょっと近寄った時に、あ、この人あの人のこと好きなんだなとか、多分、ああなるほどね、なるほどね、はいはいはい、そういうなんかテクニックとかって結構あったりするんですか。あ、例えば人間が興味を持ってるかどうかっていうのは結構体の向きとかに結構現れやすくて、一番大事なのはつま先の向きとか膝の向きとかなんですよ。だから例えば何人かいるパーティーとか飲みに行った時に、例えばここでずっと喋ってると、喋ってる人がいるのに片方の人のつま先が別の方向を向いてると、どういう意味かっていうと、この人にあんまり興味がなくて、そのつま先を向いてる方向に本当は話したい人がいるとか、そういうのが分かったりとか。あ、そうなんですね。うん、そういうのもなんか聞かせそうですよね。ああ、そうですね、そうですね。そういう
アドリブとかで足の動きとか。ああ、そうだね。結局その表情とかはもちろん勉強されてると思うんですけど、体の状態とかも考えてみると面白いかもしれない。本当ですね。とかもすごい面白い。意外と面白いですよ、心理学は。面白いですね。メンタリズムを活用した演技へのアプローチの方法に感心しきりの石井。はい、まだまだ聞きたいことばかりですが、残念ながら終わりの時間に。頑張ってください。ありがとうございます。はい、大吾さんに会いたい。でもすごい本当に素敵な時間でしたし、これから の, その演技の仕事とかに活かせることばっかり本当に教えてくださったので、なんかもう全部これから先なんかそういう台本とかいただいたら全部こういう役が来たんですけどどういうテクニック使ったらいいですかって教えてもらいたいですね。そのくらいすごかった。